オッケー。じゃあ今日は、俺が一番好きな言葉を言います。はい。ね。この、なんて書いてこれの、書こうか。ちょっと待ってな。読んでください。徳は子ならず、必ず隣あり。はい。これは、論語よね。論語。昔のなんか偉い人が、孔子だったっけ？すごい。うん。この考えた人すごい。なんか、すごい。論語って、人間のすごい心の部分だったり、考え方の部分。これすごいよ、ほんま論語のね。で、俺これなんで見つけたかって言ったら、二人がよ。二人がなんか幼稚園かなんかで、論語したんよ。うん。論語のあったね、確か。で、幼稚園。あった。でも幼稚園で用途言うんだけど。うん。そういう幼稚園だったね。で、幼稚園、小一じゃなかったと思う。幼稚園だったよ、あれは。幼稚園。うん。で、論語のなんかあったんよ。で、それプリントを毎回なんかこう、閉じよったんよ。で、閉じたりして。うん。で、それを俺も興味があったけん、俺も論語好き、論語好きというか、そういう心とかの分は好きじゃけん。論語というのはちょっとあまりよくわからなかったんだけど、あ、これが論語なんだと思って。で、見せてもらったんよ、二人のやつを、うん。で、そしたら、短いじゃん、これって言葉、うん。他の論語ってめちゃめちゃ長いね。うんうん、3行とか4行とかいくやつもあるんだけど、これって1行でバーって書いてあったんよ、うん。で、一番分安いけん、何これって見たんよ。そしたら、うん、徳はこうなると必ず隣か覚えやすいなと思って、それで調べてから、意味を、うん。そしたら一番で好きになってから。で、そっからずーっと俺これ心に入れて、毎日言おる。で、これを守った行動をしおる。うん。これを守った行動しおったら、うん。いい人だったね。そう。これを守った行動を常に心がけるとね、うん。一人にならんってこと。絶対めちゃくちゃ。うん、この、徳はというのは、徳ってこの漢字難しい、徳。うん、徳とかのね、お徳とか。ああ。あ、違った。その徳じゃない。徳する。その徳じゃない。徳するとかの徳じゃない。これは、徳はっていう、このあれはね、道徳の徳。この徳っていうのは、まあ、間違ったことしてなければっていうような意味を。うん。徳ね。間違ったことしなければ、一人、これ、子っていうのは一人っていうことね。うん、一人にならず、うん、必ず、隣に味方がいますよ、という意味ね、うんうん。間違ったことをしない行いをずっと心がけていけば、うん、一人になりませんよ。必ずあなたを応援してくれる友達が絶対に出てきますよ、うんうん、っていうこと。これはほんまに大事、うん、だけんこそ人に流されない、うん、ね、間違った行動をしょおるやつ、前も言ったかもしれんけど、人間って弱い動物だけん、うん、楽したいし、うん、楽しいか楽しくないかって言ったら、どっち行くかって楽しい方行きたいん、うん、きついか楽かやったら楽な方行きたいん、うん、でもそれが前提としての考え方、それが間違っとるか正しいか、うん、間違った楽しさだったらそれは間違ってます、うん、間違った楽なんであれば間違ってます、うん、楽しい気持ち、うん、これも前も言ったけど、守るものは守られるに近いものがある。例えばルールを守っとけば、この間もなんかガスの事故が起きたっていう話聞いたんだけど、うん、そのルールをもしかしたら守ってない可能性があるよね、それは、うん、手順だったりルールがあるはずなんや、絶対に、うん、ルールを守っとって事故したんであればそれは何かがおかしいんだけど、うん、だいたいトラブルとか事故とかっていうのは守ってない、まあ、何か守ってない、何か楽したい、だけど守る、うん、なんか、うん、手順を飛ばしてしまう、うん、それってこれで言う
得じゃないよね、うんうん、もう守ってないっていうことだっけ、うん、まあそれとこれとはちょっと違うんだけどね、事故とは関係ないんだけど、これはだけど例えばいじめが小学生だったらいじめ、今から学校がね、うん、中高とかになったら、うん、いじめとかってなくならんのよ、うん、どっかで起きとるわけ、うん、だけどそれっていうのは、うん、自分がいじめっ子にならない、いじめられっ子にもならない、うんうん、でもそういうことを見よったら、うん、まあ注意するとか、うん、まあ怖いけどね、自分もやられるんじゃないかというので怖いけど、まあそのために俺たち空手しょるわけ、それで強かったら注意できる、そうなんや、自分の身は自分で守りつつ、仲間、大切な仲間を助けてあげるためにも自分が強くないと守ってあげられんしっていうので空手とかもしょるわけだし、あと強かったらなんか文句とかも言われる、うん、言われようになるしね、うん、だけそこっていうのは例えばいじめられるより自分の仲のいい友達がおった、でも相手が 2,3 人おった、そしたら怖いだろうけどもやめてあげてっていう勇気があったらそれって正しいよね、うん、得はこうなる、でお前うるさいんじゃでね、歯向かってくるやつがおって、で周りがもうあいつうるさい、あいつなんかこの間注意してきたっけうるさいでほっとこうでって言って、うん、例えば周りのやつからね羽にされたとか、うん、こっちはいいことしたんだけどめんどくさいやつだと、うん、いう考え方にな奴はおるわけじゃない。あいつなんかしてきたら注意するめんどくさい、あいつとも遊ぶまでって言って、ハネにされるかもしれない。でもそれって、ここはね、正しいことしとけば、一人になりませんよっていうルールがあるわけ。うん。そういうことしとっても誰かは。絶対おる。助けてあげた。うん。そう。助けてあげた子とか、必ず隣がおるけ。それを見て。それを見ておった仲間。ごく一部なんよ、そういうことを悪い方に持っていきたいっていう、で勝てんかって悔しかったわけやん、あいつらをなんとかやっちゃろう、勝てんけん周りから羽にしたろうって考えるやつもおるわけない、卑怯者っていうのこれを、けど負けたら負けで、うん、そうわかる、うん、だけそういうことって今からもあると思うけん、うん、そのことが正しいんか間違いなんかっていうので判断して、正しいことをしょるんであれば周りが例えば1対10になろうと、うん、1対10になろうとこっちの方が正しいっていう信念があるんであれば、うん、1人になることは絶対ない、うん、その10人の中から本当はこっちに来たいなって思うとんだけど、あ怖いけん来れんっていう人も本当におるけん、うん、1対10になってもじゃあそうか、じゃあ俺もみんながそう言うなら俺もこっち行こう、じゃあダメ、うん、1対10になっても正しいことしようんだったら絶対正しい、いずれ来るけど、うん、これがこの言葉、うん、必ず絶対来るけど、うん、それは信念を貫いてこの言葉を忘れんよ、うん、これは絶対大事ね、じゃあ俺たちの合言葉にして、俺はもう毎日これにしよう、必ず隣あり、よしよし、これを覚えましょう、覚えてください。以上。以上。絶対覚えてよ。